皆さんこんばんは、 MK です。スーパーペーパーマリオパート7やっていきましょう。今回は前回空から降ってきたピーチ姫を救うためにドロシーさんのところで美味しい料理を作るところからやっていければと思います。そして前作ペーパーマリオ RPG ではナンシーさんという人が料理を作ってくれて、マリオストーリーではそのお姉ちゃんのキャシーさんという人が料理を作ってくれるんですよね。料理作る人はなんとかシーっていう名前にしないといけない決まりでもあるのと思う方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。で、確かね、この次のスーパーシール以降は料理システムが1回もないんじゃないかな。だからまあドロシーさんとかナンシーさんとかキャシーさんとかその辺の名前はもうここまでって感じだよね、シリーズ的には。はい、そしてどう考えても料理のアイコンが載っておりました。こちらの看板のお家入っていきましょう。こんにちは、あなたがドロシーさん？いらっしゃい、ここはみんなが笑顔になる料理屋スマイルさ。ナンシーさんずっと怒ってたからさ、なんか笑顔だとちょっと安心するね。あのピーチ姫が大変で、え、お友達が目を覚まさない？それは大変だわ。なんか料理でできますかね？そうだね、やっぱりそういう時には熱々スープが一番ね。熱々スープはファイヤーフラワーをあの料理すればできるんですよね。炎を炸裂から作ることのできる、全然違うわ。あれペーパーマリオ RPG と違うわ。ペーパーマリオ RPG だとファイヤーフラワー単体の料理なんですよ。今作は炎炸裂ね。熱々スープならすっきりと目覚めることができるってもんだ。炎炸裂のアイテムを私のところへ持ってきな。そしたらうまいスープにしてやるよ。持ってたはずだよ。だよね。ってよく見たらあんた炎炸裂を持ってるじゃないか。じゃあ早速熱々スープを作ってやるから、その炎炸裂を私に送れよ。はい、あげますよ。炎炸裂、途中で拾いましたよね。炎炸裂を使って料理を作るんだね。はい、よろしくお願いします。それじゃあ張り切って熱々スープを作るとするかね。お、すげえ、今回は、おお、特殊な BGM と、いや、なんかちょっと陽気な感じのクッキングですね。ふふんふんふふん。前作ずっと怒ってたからさ、まあコンタクト踏んだマリオも悪かったんですが、今作は優しそうなおばちゃんでよかった。待たせたね。あ、お姉さんね。はい、お姉さんでした。いい感じにできたよ。いや、でも、ちょっとこう、ほっぺのところね、線があるからおばさんじゃないの。熱々スープをゲットだ。元気を取り戻す熱々のスープ。HP を8回復し、毒も治す。結構いいねこれ。あんたの眠れる美女は熱々スープで目を覚ますはずさ。急いでそいつを持って行っておやり。そして待って、これが気になる。なんで DS ライトがここにあるんだ。ただいま調整中です。あ、DS ライトまだ使えないみたいです。なんかあそこでレシピとかを見れるんだったかな、ちょっと忘れちゃいましたけども。そう、前作のねペーパーマリオ RPG でもゲームボーイアドバンスがね闘技場にあったりしたんですけども、あれ、マリオストーリーでもなんかあったっけか、ゲームボーイの形のとか。いや、ちょっと記憶ないな。そしてこのスーパーペーパーマリオが出たあたりはもう DS ライトなんですね。 DS 初代のあのゴッテゴテのやつではないと。 MK さんは DS 初代を買って、でその後あのマリオカートのしすぎでさ、あの R ボタンかが壊れて DS ライトを買ってて、 DS ライトもマリオカートのしすぎでその R ボタン LR ボタンが壊れて DSi をずっと使っておりました、後半は。はいでその後 DSi LL とかが出てきてね、結構あのいろんなパターンというか、まあバリエーションがあるんですよ DS は。まあそんなおじさんの話はここまでにしておいて、熱々スープ持ってきましたよ。じゃあこちらピーチ姫に飲ませていきましょう。ピーチ姫、あ、よかった、意識が戻ったみたいですね。おお、目を覚ましそうである。そうであるね。ピーチ姫大丈夫？お体、今なんだかとっても美味しいものをいただいたような気がするわ。こんないい気分で目が覚めたの久しぶり。よかった、それは。無事でよかったです、マリオです。あら、マリオ？あなた、無事だったのね。はい。ピーチ姫は、どうやってここに？ところで、ここはどこ？あ、何もわかってない感じか。ここは、狭間タウン。知ってる？狭間タウン。まあ、知らないよね。あなた方は？デアールさんと、なんか、ポエムを言ってた若い人。わしはデアール。そのフェアリンはアンナ。まあ、ともかく、一旦わしの家へ来るのである。詳しい話はそこでするである。そう、前回さ、ナスタシアたちに追い詰められたピーチを、なんか次元か何かを使って助けてくれた人がいたっぽいんですよ。
あれは誰がやったんだ。それで気がついたら目の前にマリオたちがいたの。あ、じゃあ全くわかんないんだ、ピーチ姫は。この間の記憶が、そんなことがあったであるか。大変じゃったの。ちょっと不思議なことですね。ねえマリオ、クッパやルイージはどうなったの。いや、それがまだ出会えてないんですよ。そう、わからないのね。彼らも無事だといいけど。まあルイージは無事だといいけど、クッパは、まあ、最悪いいんじゃない。あっちの世界にいる分にはさらわれないと思いますよ、ピーチ姫。である次はどうすれば。確かに、あ、まあとりあえずピュアハートじゃない。一つのピュアハートは次なるピュアハートへの扉を開き、勇者を導くハメールストーンですよね。この街にはまだいくつものハメールストーンが存在する。ハメールストーンを見つけ出し、前と同じようにピュアハートをはめるのである。さすれば次なる扉が開き、お主たちをピュアハートの元へ導いてくれるであろう。まあそうなるよね。そしてこれは推測であるが、はい、次の扉は神秘のまじないしサンデールのところへ通じているのではないかと思っとる。サンデール、ペーパーマリオ RPG にもいましたが、今回は街にいるわけじゃないのか。はい、サンデールはワシやアゲールらと同じ古代の民の末裔、遠い親戚みたいなものである。そのサンデールの館には先祖より代々守り受け継がれてきた神秘の宝があると聞く。それがピュアハートか。おそらくそれがピュアハート。白の予言書にもサンデールのこととおぼしき記述がある、あるであるからな。あるであるはもう、あるからなでよくないか。あるであるからな。じゃあそのサンデールという人のところへ行けばいいのね。はい、あ、ピーチ姫。もしかしてついてきます。お主もついていく気か。無理をするでない、ピーチ姫。お主はまだ体が、それに危険である。いや、でもこういう時ピーチ姫はね、引っ込んでられないんですよ。世界が滅んでしまうかもしれないのに、おとなしくなんかしていられないわ。それに私とクッパのせいで混沌の力が、まああれはピーチのせいじゃないけどね、ナスタシアが無理やり魔法で言わせたんだよ。とにかく私は行きます、もう決めたんです。まあこういうとこの姫さん聞かないからね。ということでピーチ姫が仲間に加わった。これからはマリオだけでなくピーチ姫を操作することもできるぞ。こっから面白くなってくるんですよ、スーパーペーパーマリオ。まずは次のハメールストーンね。そうですね、やれやれ、困ったお姫様であるな。はい、あのうちのお姫様強いんで、ではこれを持っていくがいい。お、なんですか、古びた鍵をゲットだ。町のどこかの扉を開けるのに必要な鍵と。この町にはわしも知らぬ秘密がまだまだ隠されておる。これはそれを解く鍵の一つである。町の中でこの鍵を使える場所を探すと良いである。多分わしの家の近くで使えると思うであるが。家の近く、ほう。わしは白の予言書の解読を続ける。あの本にはまだ多くの謎が隠されているようであるからな。まあ前作でいうフランクリ先生みたいなポジションでもあるのか、あなたは。良いな、マリオ、ピーチ姫。何としても伯爵の野望を阻止するのである。わかりました。なんかルイージとかより先にピーチが仲間になるのちょっと珍しくない？さあ行きましょう、マリオ、アンナ。そうですね、なんかアンナちゃんがずっと無口だから、ピーチ姫心開いてあげて。そして、お、ピーチ姫を操作している時は傘を使ったアクションをすることができるぞ。ジャンプして2を押し続ければ傘を開いてふわふわとゆっくり落下することができるぞ。さらに十字キーの下を押せば傘でガードをして敵の攻撃を弾くことができると。そうですね、操作するキャラクターを変えたい時はメニュー画面のキャラクターから選ぼうと。わかりました。じゃあまずはちょっと待って、家の近くにあるって言ってましたよね。左側とかか。いや、行き止まりですね。こっち側特に通り抜けられるわけではないみたいだ。ってことはさ、これ次元技では？となるとキャラクターでマリオに変えて次元技をすれば近くにあったハザマタウンでもしっかりこうやって次元技を使う必要があるんですね。ということで、じゃあこちらの鍵開けていきましょうか。あれ、ちょ、使ってるんだけど。ああ、びっくりした。じゃあ古びた鍵、マリオ使ってください。ちょっと次元技ゲージがもったいないですから、あまり 3D でやってるとね、ちょっと体力減っちゃうんで。そしたら待って、こっちとかもでも 3D で見たいよね。奥に続く扉があるぞ。そして待て、これは何？上には、あ、まだ登れないのか。下から叩くわけにもいかないっぽいです。あ、登れた、登れたけど、いや、このブロックどうしようもなんないな。あー、なんか新しいフェアリンの能力とかが多分必要ない、なんでしょうね。じゃあ、あっちはとりあえず無視するとして、一旦こっちも見てみましょうか。これは？上になんかありそうな気がしますけど、次元技でも、いや、特にないか。
ちょっと不思議な場所ですが、まああれも今後何かでね、やれることが増えればできるんでしょうか。ということでこちら読ませてください。この先狭間タウン外部モンスターが住んでいるので注意せよ。モンスターいるの？狭間タウンに。そして、あ、これ体力1減っちゃうのはもうしょうがないな。はい、体力を使いながら奥に進んできましたと。で、今度は、待て、そこに土管がありますが、土管の前にいろいろ見ておきたいですよね。お、何これ？あ、斜めに置いてあるってこと？あ、違うわ。2つが重なってんのか。あ、ちょっと謎の置き方でしたが、これは何ですか？待て、これなんかできるだろう。いや、ヒップドロップみたいなのが必要なのかな。いや、これもじゃあフェアリンの能力だ。今作のマリオはヒップドロップをデフォルトじゃ覚えていないみたいです。よし、じゃあ一旦ここを、はい、普通の次元 2D に戻しまして、一回戻ったら、待て、その土管の奥側はちょっと怪しかったよね。ほら、ここ次元技を使えば奥に行けますが、あ、言うても何もないか。この高い柱、上に登る方法とかが今後出てくるんでしょうか。ということで、じゃあ土管の中に入りまして、ピュアハートを入れるところありませんか。お、これが斜めに置いてあるってこと？はい、こう、うわ、斜めに置いてある。へえ。こういう、ま、斜めに置いてるときはちょっとこの後ろ側が暗くなるんですね。覚えておきましょう。で、危ないな。敵がいるって言ったけど敵いなくないって言おうとしたら敵いたわ。そしてここは勇者へ、困ったときには次元技、それが冒険の基本と。あ、じゃあここで次元技使えってことだ。なるほどね。だけども先に左を見せてください。ほら、なんかさ、ブロック、あ、壊せないんだよな。これ次元技を使ったところで何もできないか。新しいフェアリンの能力早く解禁したいですね。ということで、ちょっと次元技ゲージが怖いですが、こっちに進んできまして、そこにいたな、テトラ。ちょっとじゃあ先倒しちゃいましょうか。次のレベルアップがスコア6万か。6万はちょっといて長いな。これ上に、あ、登れない。ここで次元技か。あ、あったよ、ハメールストーン。待て、え、ハメ、ピーチ姫か。ピーチ姫で、あー、向こうから側から飛んでくるっぽい。多分そういうことだ。よーし、じゃあちょっと次元技使いつつ奥に進んでいきまして、ここ登って解除して、こっからピーチ姫か。この先ハメールストーン、石の上をふわふわ飛んで渡って進むべしと。オッケー、じゃあキャラクターでピーチに切り替えて進んでいきましょう。高いジャンプからのふわふわ、これ結構さ、敵とか無視できて強くないか。今後ガンガン使っていきましょう、ピーチ姫も。いや、でも次元技使えないってのがね、ちょっと問題だよな。ステージ入ったら次元技いっぱい使いたいから、まあやっぱり基本はマリオで、そのキャラクターの能力でしか進めないところになったら切り替えるって感じになっちゃうか。可愛い女の子で攻略していきたいんですけどね。ということで、ハメールストーンにピュアハートが入って2つ目の扉が開きました。オレンジか、なんかこうグラデーションになってる感じなのか、うん、ぽいですね。っていうか、ピュアハートの色と連動してるんだ。オレンジのピュアハートをはめれば、あそこの扉もピュアハートになるんですね。あの、ピュアハートの色になるんですね。待てよ。てかこれさ、土管使った方が早いな。大事なものから戻る土管で、はい、どこまで戻れる？え、これ、狭間タワーのところまで戻るのか？それとも、え、デアールさんの家の前？わかりませんが、あ、狭間タワーだ。あ、じゃあピュアハートというかハメールストーンからはこうやって戻ってくるのが早そうですね。ということで行きましょうか、ステージに。アイテムとか買っていこうっていう頭は今出てきたんで、うん、気づかなかったことにして進みましょう。ピーチ姫を仲間に加え、マリオたちは再び冒険の旅へ出発します。これから会いに行くのは神秘のまじない師サンデール。デアールの館が正しければ、あ、デアールの話が正しければサンデールがピュアハートを持っているはずです。サンデールの住む館を目指すマリオたち、彼らはまだその行く手にノワール伯爵の恐ろしい魔の手が待ち受けていることを知りませんでした。あ、これ誰かの日記なのか。だとしたら日記の人物はこの先でとんでもないことが起こるのをもう知ってるんですね。ということで行きましょうか、ステージ 2-1 サンデールの館を目指して。前作だとサンデールはさ、あの、経験値とか攻撃力とか防御力を上げてくれるっていう、まあ占い師だったんですけども、今回は館に住んでて、
結構昇格した感じ。まあでも同一人物じゃないからな。そう、前作のデアールと今作のデアールも別人なんでね、ピュアハートはこの先まだ少し距離がある。なんかずっと点点点で喋ってるよね。行きましょう。はい、そしてよろしくねアンナ。あ、ピーチ姫の挨拶はいいとして、トワイランド一旦次元技使いたいですよ。マリオに変えて次元技、あ、特にないか。いや、ただ次元を飛び越えてくるノコノコがいますので、あいつは気をつける必要があるでしょう。で、ここスコアを稼ぎ、あー向こう行っちゃったか。できればちょっとスコア稼ぎでこの下行ってほしかったな。ていうかこれさ、連続でいて、連続で踏めばさ、スコアになるよね。ってことは無限位置アップとかもどっかでできるんじゃないか。あれ、水、あー、なるほど、ピーチ姫を使ってふわふわで進めってことね。はい、じゃあここでピーチ姫に変えまして、はい、ジャンプからのパラソルで進んでいきますと、これは連続ジャンプではないか。え、これさ、ガードってさ、あー、もう跳ね返ってきてくれると思った。跳ね返ったところガードしたらどうなるんだろうと思ったら全然やらせてもくれなかったわ。はい、トルナゲール、危ない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 、あ、これ水はとりあえず当たっても大丈夫なんだ。で、トルナゲールであいつを倒していく。そしたら待てよ、これさ、次元、ちょっと待って、これピーチ姫でガンガン進んじゃダメだよね。ちゃんとさ、見とかないと、なんかあるかもしんないから、ほら、ほらね、なんかあるんですよ、こういうところ。はい、で、しっかり叩いて、この裏側とかは大丈夫だったか。いや、マリオじゃないと、やっぱり基本的には。で、ここで 2D に戻したら、上に進んでいきましょう。危ない、おー。結構高いとこまで敵を踏めばジャンプできますね。はい、じゃあパタパタ踏んづけて土管の中入っていきましょう。下の扉が正規ルートだと思うので、まあこっちは入っちゃってもいいよね。よし、行くよ。スコアを稼ぐために連続でジャンプ、素晴らしい。おっと、なんだ、びっくりした。レベルアップかと思いきや敵全滅で出てくる宝箱もあるんですね。そこはなんだかゼルダの伝説みたいでございますが、お、扉の鍵をゲットだ。トワイランドの扉を開けるのに必要な鍵と。え、じゃあ必須だったじゃんここ。よかった、来といて。あぶね、なんかプラスでカードとかがもらえるだけかと思いきや絶対来ないと進めない場所でしたね。そして危ない危ない、あ、っていうかここの鍵だったのか、シンプルに。で、はい、 3D っていうか、まあ次元技使いますが特に何もないな。ちなみにプクプクって踏める？やっていい？ほい、あ、踏めるわ。なるほどね。で、危ないな。テトラも、しっかり倒しまして扉の鍵を使って進んでいきましょう。いや、ちょっと館に入る前にレベルアップはしたいよ、さすがに。お、出ました、久しぶりにドットマリオ。じゃあこれパタパタ、あー、もったいない。これさ、ぶつかってもスコアになってないよね。だからちゃんとこれぶつからずに踏んで倒さなきゃ。はい、オッケー、ナイス。で、踏んでいいですよ。で、ここも踏んで倒してく。うわ、パックンフラワー、これ、あー、これトルナゲールできないよね。いや、できねえと思うな、パックンは。トルナゲール、あー、無理ですね。そして待って、ステージ後ろにびっくりのボタンがあるな。ここの土管ではな、あ、間違えた。そして待って、これもピーチ姫だな。じゃあ一旦次元技を使ってこっちくぐりますけど、おお、パタパタいたの。はい、じゃあついでにあなたは倒しておいて、ここにもパタパタいるね。待って、どうすればいいんだ。一旦一番手前まで来て、この上行ける？いや、行けねえな。どこだ、どっからピーチ姫は登ればいいんでしょうか。とりあえずここ入ってみるか。多分ね、正規ルートが右側だからここは関係ないと思う。うわ、誰かいた。こんにちは、あなたは。俺には嫌いなものが2つある。ヒゲが生えてるおっさんとヒゲが生えていないおっさんだ。じゃあもうおっさんが嫌いなんだね。おっさんに用はね、さっさとサンデール様の館に行きな。え、あ、ピーチ姫で話しかけろってことか。そういうことね。はい、こんにちは。あの、美しい女性の前ではそんな暴言吐かないよね、あなたもね。おう、ラブリーガール。単純だな、 MK さんみたい。これはまさしく運命の出会い。あなたは僕の定めでディスティニー。言うね、ぜひお付き合いしてください。いや、そういうわけにはいかないんですよ。うふふ、面白い人ね。あいにく行くところがあるからごめんなさい。いや、断り慣れてんな、ピーチ姫。なんかいろんな人からね、告白されるんだろうね。もしかしてサンデール様の館へ。やめた方がいいですよ。捕まってひどい目に遭わされるのがオチだ。え？
どういうこと？ひどい目に遭わされる？捕まる？ひどい目？一体どういうこと？ブルブルブル思い出したくもない。でもここであなたが僕と暮らせばもうそんな心配はナッシング。全然諦めてねえな。 MK さんみたい。それが定めでデスティニーさ。運命ね。まあでもピーチ姫は行かなきゃだから教えてくれてありがとう。もし私が帰ってこなかったら助けに来てちょうだい。いやうまいねピーチ姫。そういうこと言われるとねえずっと好きでいちゃうもんね。そうヒゲの誰かさんみたいにね。ちょっとマリオがいるとこで言ってあげてよそれは。ということでマリオに変えて次元技使ってみますが、うん、特に何もないですね。そしてあなたなんか囚人みたいな服装ですし、足になんか重りみたいなのつけさせられてますよね。サンデールにやられたってこと？え、どういうことなんだ？ちょっとわかりませんが、あ、今のいけたっぽいな。待てよ、ここ大きくジャンプ、オッケー、ナイス。で、マリオで上までペラ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 進みまして、こっからがピーチ姫の出番ですね。じゃあ、ピーチに変えて大きくジャンプ。いや、これさ、今後まだまだ仲間たち増えていくと思うんですけど、それぞれ、あ、なにびっくりした。何今の、え、ナイスって言ってたけど、今のナイスって何？全然わかんなかった。なんだマジでわからん。え、ちょっとわかる方いたら教えてください。えー、びっくりした。下に出たと思いきや後ろね。そして、え、これドットマリオは手前なんだ。せっかく一緒に来れると思ったのに。まあしょうがないですね。あ、じゃあせっかくだからそいつ踏んどいて。ナイスいいね。で、ちょっとそこ連続で踏んでくんねえか。はい、連続。あー無理か。連続で、あー、いなくなっちゃった。まあしょうがねえや。はい、そしたらここの、はい、びっくりスイッチを押して先に進めるようになりましたと。ちょっとそっちまで戻りたいんですけど、いや向こうはさすがに無理っぽいな。これダッシュとかはできないよね。あれダッシュってフェアリンがいた気がするな。ちょっとネタバレになっちゃうけど、いやなんかね、ダダッシュっていなかった？なんか私の記憶だけどダダッシュっていたよな。いやいたな。あれ結構序盤、いやあれ後半か。ちょっともしかしたらあのマジでいたかもしれん。ネタバレになってる可能性がありますが、まあフェアリンなんてねネタバレになりませんよ。ということで、はい、ダッシュは今のところできないという解釈でやっていきましょう。そしたら、あ、待て、あぶね、上のブロック多分さ、これちゃんと、あっと、スター、待って、これピーチ姫でもいけるよね。行きましょうか。おー、すげえ、ドットピーチだスーパーマリオブラザーズの時のクッパに囚われているドットピーチ。いや、ちゃんとさ、こうやってキャラクターごとにさ、ドット用意してくれてんの嬉しい。用意っていうか、まあ、初代スーパーマリオブラザーズのやつなんだけど、こうやってさ、反映させてくれてんの嬉しいよね。あ、待って、もしかしてピーチって歩くの遅い？嘘。え、なんかマリオより遅い気がしない？そんなことないか。気のせいか、私の。あれ？どっちだろう？なんか気のせい、どっちだ？なんかマリオよりも歩くの遅い気がするな。うわ、だとしたらそこは弱点かもしんないね。はい、一応じゃあこの辺りも全部叩いておきまして、セーブブロックがあるんでセーブして、じゃあ一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょうか。なんかセーブブロックがあるってことはこの先なんか大事なイベントが起こりそうですからね。よし、じゃあ次回さらにこの扉の奥に進むところからやっていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。こいつスコア稼げるね、やっぱり。